こんにちは、Bレジェンドの辻本です。今日は絶対に外せない上半身種目はこれだの内容についてお話しさせていただきます。Bレジェンドではお得な情報を公式 LINE にて配信しておりますので、概要欄の方からチェックお願いします。今日はですね、絶対に外せない上半身種目についてのお話なんですけれども、今回はですね、仮に上半身の種目各部位、1種目選ぶなら、何をするかという私の独断と偏見の種目選びっていう形になるんですけれども、私自身がですね、普段トレーニングし始めて、ここ7年ぐらいは業務しているのが、普段パーソナルトレーニング指導を行っているんですけれども、そのパーソナルルームを合間に利用してですね、自分のトレーニングも行っているんですけれども、パワーラックと、バーベル、ダンベル、だけでトレーニングを行いますので、今日お話しするのは、基本的にはこうフリーウェイトでバーベル、ダンベル種目っていう形になりますので、今回ですね、その上半身、胸、背中、肩、腕は2頭3頭と腹筋ですね、この5つについてお答えさせていただきたいと思います。それでは早速なんですけれども、まず胸からいきたいと思います。胸はインクラインのバーベルベンチプレスです。結構フラットのベンチプレス、ダンベルプレスなど行うのは行うんですけれども、胸の種目で1種目選ぶならインクラインでのプレスっていう形になります。でこの理由はですね、インクラインにすることで、胸の上部繊維、中部繊維っていうのを、刺激できるっていう点ですね。私自身の、胸の付き方からですね、下部繊維よりは、上部繊維の方が、少し弱いというところが、選択の理由の一つになります。ボディメイクの視点から言っても、胸のですね、上部繊維って、あんまり発達しにくい部位になっているので、インクラインにすることで、そこを強化したいっていうところ。あとですね、バーベルとダンベルの選択の理由なんですけれども、ダンベルでトレーニングをすると、可動域を広く取れるっていう、メリットを言われがちなんですけれども、ダンベルの場合だと、実際にどこまで自分が下ろせているかっていうのが毎回あんまり確認できないっていうのが現実的な話になってまして、これがバーベルだと、毎回、胸までしっかりつけるっていうこの動作で確認できるので、案外バーベルの方がきっちり可動域が取れるというふうに、自分自身では思っている。これが、バーベルを選択する理由です。あとは、高重量を扱えるっていう点で、ダンベルだと、30キロ40キロになってくると、下からですね上に持ち上げていくの結構、力が必要なので、ラックにかかっている状態からスタートできるっていうのも、このバーベルを選択する、理由の一つということで、胸は、インクラインのバーベルベンチプレスとなります。で次に、背中ですね。背中 もうこれは一択で、チンニングになります。でチンニングで、あえてですねグリップを選択できるならアンダーグリップですね、逆手で、少し広めに、握る、やり方を選択します。チンニングを選択する理由としては、もう非常に強度が強くてですね、全身のバランスを取らないといけないので、さまざまなたくさんの筋肉を使えるというところと、あとこうアンダーグリップで握ることで、広背筋のストレッチですね、伸びた状態から引っ張れるっていうところも、このアンダーグリップにする一つのメリットかと思います。あともう一つはですね、逆手にすると肩関節の伸展する動作っていうのが入るので、背中のですね中部繊維、下部繊維まで刺激が行きやすいかなと個人的には思うので、そういった意味で背中はチンニングの広背筋をしっかり狙ってストレッチをかけてしっかり引いてくるっていうようなトレーニングを選択しました。で続いて肩は結構悩んだんですけれども、結果サイドレイズになります。
まあ、これはもうオーソドックスに、まあ、スタンディングで横に広げるサイドレイズなんですけれども、悩んだのがダンベルショルダープレスとミリタリープレスと、まあ、悩みました。まあ、ただやっぱりこうアイソレート種目で肩のパンプ感、非常に種目的に好きなので、そういった意味合いと肩の横の張り出しを作っていくにはチューブ繊維っていうところをまあ刺激するっていうところが重要になってくるんで、まあ、その最適な種目っていうのがやっぱりサイドレイズかなというところになります。回数はですね15回ぐらい、まあ、きっちりしたフォームでできる重さでまあ設定して、まあ、結構ねちっこくするのがまあ好きなタイプです。あと肩に関しては、肩の前部分はまあプレス、例えばまあベンチプレス、先ほどの胸をするときに使ったり、あとまあ後ろの部分に関しては背中をするときにも一応まあ補助的にまあ使うので、まあこのチューブ繊維をだけを狙ってっていう意味合いで、まあサイドレイズっていうのはそういった意味で選択しました。続いて腕のまずは二頭です。これはもう結構悩まずインクラインのダンベルカールになります。まあ、よく、まあ、2頭でしたらバーベルスタンディングのバーベルカールであったり、まあ、プリチャーカールとかも結構人気のある種目だと思うんですけれども、まあ、私はインクラインのダンベルカールを選択した。まあ、この理由としては、まあ、しっかりこれもストレッチポジションでですね、まあ、二頭筋を伸ばした状態から収縮できるっていう点と、まあ、背もたれがあって、まあ、上体を固定してね、肘も、しっかり固定できる状態なので、まあ、あんまり反動も、使わず、まあ、しっかりと、まあ、二頭筋に刺激が入るっていうところ、あとは二頭筋の、まあ、長頭に対して、まあ、しっかり負荷がかかる、ような種目なので、まあ、こう筋腹ですね、まあ、しっかりピークも作れる種目になると思うので、まあ、2頭に関してはインクラインカール選択しました。で次に、3頭ですね。3頭に関してはこれもちょっとだけ悩んだんですけども、ライングエクステンションという種目になります。ベンチにね寝転がった形で、バーを持ってですね、頭のところにこう下ろしていって行っていく種目なんですけれども、結構まあ三頭筋においてはベンチプレス胸の種目をするときに、まあ関与があるので、まあ、特に、この長頭の部分ですね、内側を刺激する種目としては、まあ、ややストレッチですね、肩関節を屈曲する形からまあスタートをして、しっかりこの長頭部分にストレッチを入れるという部分がメリットでもあります。悩んだのは、まあ、ケーブルでのエクステンションだったりベンチプレスとかね、そういうものもちょっと悩んだんですけれども、三頭筋の場合、まあ、結構ね収縮する感覚っていうのも好きは好きなんですけれども、やっぱ一種目しかできないとなると、まあ、ストレッチを中心に、まあ、長頭を意識したトレーニングなのかなと思いまして、ライングエクステンションを選びました。最後は、腹筋ですね。結構悩んだ結果クランチです。もう本当に基本的な腹筋なんですけれども、まあ、床に、仰向けに寝転がった状態で背中を丸める、本当にシンプルな腹筋なんですけれども、まあ、アブローラーとかハンキングレッグレイズとかケーブルクランチとかですね、強度の強い腹筋っていうのも結構好きなんですけれども、何か一つだけしかできないっていう風になると、やっぱりこうクランチという、まあ、基本的な腹筋ですね、お腹をギューッと収縮するような、まあ、動きが、まあ、これが一番やっぱり腹筋を意識、できる、種目になるのかなと自分自身では思います。まあ、特に回数に関しては、まあ、20回とかで、ね、まあ、行って結構回数ですね、それを5セットとかする場合もあったりするんですけれども、まあ、ちょっと負荷乗せたい時はですね、まあ、重さを入れたりとかそういう風にしながら、あとちょっと角度を入れながら、まあ、行ったりすることもあるんですけれども、腹筋が熱くなる感覚っていうのは個人的に非常に好きなので、もうクランチを選びました。ということで今日は、まあ、これは絶対外せない上半身の種目っていう形でお話しさせていただきましたが、まあ、あくまでもこれは
まあ、個人的に私がもう独断と偏見で選んだ種目になりますので、まあ、ぜひですね、皆さんも、まあ、この動画をきっかけに1種目ですね、選ぶならどの種目を選ぶのかっていうところとかですね、まあ、その理由とか考えると、まあ、案外楽しかったので、ぜひですね、考えてみていただければと思います。今日の動画が参考になったという方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。またBレジェンドの公式サイトでも新商品の情報やセールの情報を配信しておりますので、概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。